あらみさん、こんにちは。ぜひこれ。それでは今回なんですけども、ワクワクペイペイ9月は食品スーパーまさかの還元率がキャンペーンについて解説ということで、ということで今回は9月のワクワクペイペイの詳細が発表されたので、そちらについてお伝えしていこうと思います。それでは早速こちらですね、9月のワクワクペイペイは食品スーパーマーケットで最大 10% が戻ってくる、10時から14時がお得、家計を応援、スーパーマーケット大還元祭を開催。最大1000円相当のペイペイボーナスが当たるペイペイチャンスも同時開催ということですね。まあ前回少し動画でもお伝えしましたが、9月からは食品スーパーということでした。開催期間は2019年の9月の1日から9月の30日まで、そして毎日10時から14時までとなってますので、時間帯はこれまでとは変わらないですね。で、対象の加盟店なんですけども、食品スーパーマーケットとして登録された本キャンペーンに参加を申し込みをされたペイペイ加盟店ということが公式ページに記載があったので、ここは注意が必要ですね。以前動画でもお伝えしましたが、スーパーでペイペイが使えるのに、そのお店がワクワクペイペイの申し込みを行ってなかったら使えない場合があるので、これに関しては気をつけてください。なので、こちらに総合スーパーディスカウントとして画像を載せてますけども、全部が全部使えるというわけではないですね。そして次、ポイント還元なんですけども、まあ、なんといっても今回ここですよね。ポイント還元、もう見てもらったらわかるように、Yahoo プレミアム会員、ソフトバンク、Y モバイルのスマホユーザーの方は、これまで 20% 還元だったのが、なんと今回は 10% 還元になってるんですよね。そして、通常の PayPay ユーザーの方は、なんと 5% 付与ということになります。まあ、ぶっちゃけ、まあ多分増税の関連とかもあると思うので、覚悟はしてたんですけども、やっぱりこれまでの還元がありがたかった分、やっぱりちょっと寂しくなりますね。そして、付与上限は下に書いてある通りです。次にペイペイチャンスなんですけれども、20回に1回の確率で最大1000円相当のペイペイボーナスが戻ってくるということでした。なのでこれまでは Yahoo プレミアム会員、ソフトバンク Y モバイルのスマホユーザーの方は当選確率がアップしてたんですけども、それが今回の通常通りの20回に1回になっているということですね。まあ僕自身は今のところ以前動画でもお伝えしたように26回当たってないのであまり関係はないんですけども、そしてボーナス付与は決済日の翌月20日前後となってますので、これは今まで通りですね。まあそんなこんなで今回は9月のワクワクペイペイについてお伝えをさせていただきました。まあ8月までは 20% 還元なので、まあご自身が必要とするものをある程度8月のワクワクペイペイのうちに購入していくのもまあいいのかなというふうにも思いました。ということで本日の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。